どうも皆さんおはようございます。バトボトバッチタイッチです。おはようございます。というわけで夏がままにのお時間でございますけども、はい、本日も九州の方にお邪魔しております。はい、まあ、佐賀の方に。そうですね、ね、いいですね。いや眠い。いやそうね、いやなんかね、ゆっくりとね、来れるタイミングの時はいいんですけど、はいはい、ギリギリで来ると顔がもうね苦み走ってるもん。なの最近ちょっと飛行機も人が、でも夏休みだったからか、飛行機もね人が多いと遅れてやったりするから、うんうんうん、あ何回か連続で僕飛行機が乗る飛行機が結構遅れてるっちゅうんで、 あったね。ちょっとねだから次回怖いんですけど、飛行機が遅れると本気になってキャビンアテンドさんたちに切れるおっちゃんたちいるね。日は確かかと、うん、私は言いたい。そうね、もうねご立派な方々も結構多いとは思うんですけど、はいはいはい、1階のパチンコパスロライターに正論ぶちかまされるぐらい気は確かかと思ってますよ、うん、どうしてくれるんだっつって、私はねやりたいパイロット、はい、台風なんか近寄ってきている空港なんか荒れ模様の時の空港に行ってですね、はい、そういった悪態をつくおじさんたちを乗っけて、うん、私は離陸したい。あら、いいね、じゃあ行くのね。あ、そうこっちは危ないから行かないって言ってるけど乗るんだあ、いいですよ、乗りましょう。じゃあそう ね、 そうね、安全に着陸できませんよということで、タバライという判断させてもらってますけど、どうしても文句があると言うならば行きましょう、私行きますから、はい、いいんですね、安全に着陸できませんけども飛びたいと、もろともっていうね毎回思うわけ。わかる。あろうことかね、その自分のよりも年下の女性捕まえてですよ、はい、どうなってんだお前の頭がどうなってんだっていうの。いやわかる、毎回分析しちゃうわけ。見るよね、見るよね。というわけで、寝台結構出ましたけど、そうですね、昨日一昨日ぐらいか、はいはいはい、何かありますか。僕はね、実はですね、僕はどうしても戦国乙女を見たいっていう気持ちはある。10代ですね、うん、まあ、私は一応今週というかこの週に入ったやつだと、戦国乙女傷物語サイボーグぐらいは打ったかな、はいはい、まあ今の言われたね傷物語、009、どちらでもいいです、見たいんで。僕としてはですね、もう正直第一希望はファミスタですね。出たー、これめっちゃ面白いらしいんで。それは面白いだろうな。あ、まあ、ファミスタめっちゃおもろいらしい。ファミスタでもいいよ別に。全くね、僕ちょっとファミスタの方は勉強してなくて、グランベルムとファミスタはノータッチなんですけど、ファミスタ2台しかないんで、まあ寝台狙いということで。そうっすね、分かりました。じゃあちょっと抽選をぼちぼち始まるので、はい、抽選を受けて取れる台で勝負していこうかなと思います。そうっすね、見たいですよ私は。今日はすごく晴天ですけど、はい、南の方から台風13号が来ているので、もしかしたら帰りは好転になってしまうかもしれません。ああそうか、もし飛行機が遅れても、大丈夫ですよと笑顔で対応できるような、年の取り方をしていきたい。最高です ね、 ね、間違っても人に文句を言うような、いやいや会いたくない会いたくないね。嫌ですね、なんかね、お前を中心に地球が回ったわけじゃないんだと思う。そうね、そういった形で私たちもね、人のためになるような仕事をしてるわけではありませんから、うん、せめて人様に迷惑をかけないように。そうですね、粛々と思います。それでは皆さん抽選に行ってきます。はい、黒、黒、緑、黒、黒でお届けしてます。はい、おはようございます。ここか、あ、違うか、ここか、あ、ここだ。いいとこが、じゃあ角行ってみようか。いいとこが空いてるじゃないですか。10台よっしゃ、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。通常時はゲーム数を消化することでボーナスが出てくるのと、あとこのポイントをゼロにするとチャンスゾーン抽選やって、でそのチャンスゾーン、おー、リールロッ ク、 ロック、チャンスゾーン成功で、200減らしました。
ボーナスで同時にやっていくから重なっちゃうとダブルでボーナス出てくるっていう、で AT を目指していきますっていうね。だ結構ねすごい初代っぽいんですよ、うんうんうん、でなんか乙女アタックね、はい、勝てば勝つほど特化ゾーンキャラ特化ゾーンもらえるみたいなのもまた復活しててね。で軍技は全長ステージ、はいはい懐かしい、はいはいはい、でモードが A、B、C 特殊天国 A、天国 B と、で天国だと100ゲームで当たる。ボーナススルー天井回、7回目が必ずエピソードと。まあでもなんだろう、打ってればなんとなく分かりそうだなっていう感じだよね、もうパッと見、まあ、そこまではね、そこまでね、複雑っていう感じではないですね、いろいろとあれは多いですけど、要素は多いですけど、打ちは分かる、正直、うん、なんかそんな感じするわ、パッと見で、この辺もなんかおなじみだもんな。まあ、ちょっとチャンスアップ出ないと厳しいね。はいはいはい、激アツ。ああ天国スタートですね。伊達政宗やっぱちょっと、おい消えた、かっけー、馬動くが吉。いいですね、もらえましたね、多分すでにいいですね。よし、あとパイーン、レインボーになっとる。天国スタート、さあ4000円。これ何が出てくるんだけど、何ボーナスだっけな、名前。乙女ボーナス。いいよ、よいしょよいしょ、はい、名前なんだっけな、乙女ボーナス、戦国乙女ボーナス、まあ赤七とか繰り返してみます。さあさあ、でボーナスを取ったら AT 抽選ね。出るでも結構当たんだっけな、3枚役で結構当たんだっけ、まあジャクチェリースイカでも 12%、 おーいいですね、その他だと 1% だね。まあレア価格中心だね、やっぱり。はい、まあ、これ当たったら 1% だね。継続つまね、これなんだっけな、最大何ゲームだっけな、最大50か、で最初からして最低で30ゲーム続くから、まあ、ここ必ず継続すると。お、来た来た来た、おお、キョウチェリー、おい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 、キョウチェリーじゃん、キョウチェリーだと55と1%。これは外せないよ、取りてぇ、 55% 入れたいよ、降りて一番熱いやつだ、一番熱いやつ。大丈夫かいな、すげえ弱く感じるけど。え、大丈夫かいな、まあ、カットイン引くまではね、出るよね、さすがに出ると思う。あれ、いや出ると思う、引けてないだけだと思う。あー継続した、継続、いいよ、あれナビの大きさ普通に戻ったけど、あれガセってね、ガセってるな、これカットインさえも出なかったんじゃないの、これそんなことある、ガセったー、カットインも出ないんだ、引けなかったんだね多分ね。ああ40ゲーム、
無念で、あのボーナスは7回かな、はい、あ、じゃあ6回スルーすると次のボーナスがエピソードになります。7回目で白7、で今こっちのカウンターが0になったんでチャンスゾーン抽選ね。チャンスゾーンは今回なし。あらすごい懐かしい感じになってるんだよね。そうですね、違和感ないですね。初代に寄せてあるというか隅田これね、確定です。あっち、あのショールームの時もこの位置で隅田、おー当たりそうっつって確定カービーから通常画面今回もなしと。なんかその上位 AT みたいなのあるんですかね、めっちゃ出ちゃうみたいな。上位 AT はないんじゃないかな。なんか最近流行りじゃないですか、なんか、上位入れなきゃもう出ねえみたいな。上位、あ、あるわ、新強川ラッシュ。おで確かこれあれなんだよね、ヨシテルで、そう、出陣ボーナスでヨシテルが出陣すると上位になるんだけど、それも上位だからといってあのめっちゃ、あ、これ当たるわ、めっちゃ上乗せが乗ったりするかっていうとそうじゃないんだよね。あの通常 AT と同じなんだけど、はい、純増がめっちゃ上がるんだ。そうだそうだ、ベルナビが増える。お、かわいい、はい、初の大人だったね、はい、これ勝ったら勝っただけ、うわー、これは懐かしいわ、勝ったら勝っただけボーナスね。対応が出た、これ確かここの勝率も出てたな。乙女アタック勝利抽選、外はもう外れたと 0.4% しか勝てない、きつ。でリールロックには勝率確定、勝利確定だ。ここでまず何か引いて、あ、ね、そこで引かなきゃダメなんだ。まずはねキャラをキャラをいいのを、きつくっつい、出役必要だな。あー、小太郎来た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 、ベルで小太郎で、小太郎はで、小太郎は絶対勝てなきゃダメなんだけど、勝った人余裕っしょっていうレベルではないんだよね。通常小太郎は普通の小役だと 40%、 レア小役で確定。おい、お、カットイン的な、もらった、取れない、うわ取れない、小太郎、そうだ小太郎カットイン絶対出るんだ。そうか、そうなんだ。あー終わった、さすがに無理だ、うわー小太郎落とした、全敗、うーわ、うわもう、まあ、あるあるでございますね、1ゲーム足りないだよ、あるあるでございますね、妖怪1足りないでござる。今のが、乙女アタックやってる間もここのゲーム数続いてるんで、はい、こっちの乙女アタックで当たったボーナスとさらにゲーム数で出てくるボーナスが同時に出てきたりするっていうね。いや、いいですね、打てますわ、もう打てるわ。いやー、ただやっぱあれだね、噛み合わないととんでもねえ負けるっていうのは初代と一緒だな、マジで。そうですね、もう今日とんでもなく負けそうな空気あるもんね、もう危ない危ないよっていう感じがする、なんかちょっとずれてるもんね、やっぱりなんか危なっかしいですよっていう気がする。バスケもさ、そのルール細かいじゃない、変わるしね、24秒以内にシュートしなきゃいけない、リングに当てなきゃならないとかね。ピケがあのバルセロナの、はいはいはい、ピケが引退して新しいサッカーを始めたんよ、スピーディーなプロサッカーリーグを創設して、それの動員数がこの間リーグ超えたんだぜ。ヨーロッパリーグとかのポゼッションサッカーっていうかな、あの自分の陣地ゴリゴリに回しまくる、すぐバックに戻すじゃんみたいなやつね。あ、もう なんで攻めないのっていう展開になっちゃうと、おお、2段階ロックなった、チャンス目だね。
999円出しました。おー、懐かしいこの演出。確かに吉テルの演出全く一緒。復刻版演出復刻、直撃だったりして乙女アタックかな。やったね、かわいい乙女アタックですね、はい、おー小太郎いきなり。だから、379だ。379がエピソード。3のボ、あー通常カットイン頼む。ナイス、あっち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 、大チャンス。村雨根こそぎ取っていく。リプレイあるよ。ここ、はい、ここ王外かよ。王外は無理、無視。王外は無理、王外はもう。村雨もレア攻略引かないと無理だもんな。だからもう小太郎引っ張ってき系なんだよね。もう一人ぐらい小太郎出てこんか。次あとここもね。あ、王外厳しい。王外厳しい。村雨、あ、小太郎一人か。まあ一個当たれた。ういういうい。でこれが、4発目か。そろそろ欲しいね。じゃない？チャンス目、33.4%、あつい、急に熱い、急に熱いの出た。おお、来た来た来た、当たった、やった。よし、ようやく初エティ、やっとエティだ。だこれが同時に天国飛んでくれてると。そうだそうだ、来た来た来た。さあ行こう。はいはいはい、補充ゲームね。まずはレア子役だよ。まずはエディチの上乗せボナス当選ね、うん、上乗せは弱地でも 20% あるわ。いいっすね。うわー、いいね。これ俺吉テル選んでるから俺吉テルなのかな。そうですね、隣の方違いますからね。あ、じゃあ違う、右隣でやってる人は違う人が走ってるから。これ吉テル選んじゃうとあれなんだよな、上位 AD 行った時分かんないんだよな。じゃあ勘介に戻しようか。よし、あー戻ったわ。そうですね、おお、広告だ。はいはい、広角広角、ここで何でもいいから引くと。やっぱ上乗せしないとさ、天国のゲーム数に届かないもんね。あ、これ広角とか全長だなこれ多分。あ、そうだね。確か何、お、赤、これ熱いんじゃない。再現って確か結構熱かったと思うんだけど。再現ステージは上から2番目、ボーナス期待度は上から2番目ですね。この上だと濃厚、うん、あっち、あー、ジャックチェリー 20% で上乗せ、あー飲まない。いや、ボーナスいるいるんじゃん。
発展。え、大丈夫？すごい弱そうだけど。あ、無理そう。すごい無理そう。ボタン出るか？出ない。わあはあ。思わせぶり。ただこれ終わってから何ゲーム以内にボーナスいると継続するはずだったと思う。あ、窓巻き式。うん。リプレイ。今50ゲーム。これで全長分ぐらいはないと多分。いかないだろうな。あ、で、大貝バトルか。そっか大貝バトル、引き戻しバトル。1セット5ゲーム継続、1セット目で大貝に勝利すれば AT 復帰、1セット目に勝てば上のストッカーゾーンに変化し、セット継続するために上乗せ。ダメ。ああ終わり。205枚。むずい。厳しい。むずいぞ。いやー、これだから走り始めたら結構勢いつくんだろうけどな。まあ、ぼちぼち AT 自体は取れるはずだから。もうちょっと食った食ったよ。うまいな焼きそば。うまいね。どこの名物なんだろう。大分の日田だそうですよ。日田、はい、ソーフレン。あのトッピングも秀逸だよね。あのマヨネーズとからしマヨネーズで2パターンあるところね。ね、近くはもう見た目から勝手にからしマヨネーズぶっかけられました、頼んでないのに勝手にかけられましたからね。別に好きだからいいですけど、僕が頼んだのにつられて、あんなでけえやつはマヨネーズだろっつって、ぶっかけられてましたけど、目玉焼き乗せた後にブワーって。あれしかもさ、間違ってましたもん言えないもん、ね、あれ直せないもんね。もうどうしようもないから。だから僕はあのいただきましたけど、どうせお姉さんこれ直せないやと思って、会計の時にね、すいませんっつって、僕お代はいただいてない、クワマヨ頼んでないっすよね。あ、そうっす、おいしくいただきました、得した気分したよ。面白い、面白いよ。コテンパンに負けてるけど、負けてて面白いんだったら本物よ。あのね、出してみたい、そうそうそう、わかる。いろいろとね、引いてみたい展開がね、あるなっていう気がする。あー終わりか。30ゲーム437ね。あーラストだよ。でも、ね、おー、いや、嘘、1ゲーム目に。なんだよ。エンターライズみたいなことない？ない、ない。エンターチャンスない。なんだよ。惜しい。銭形と筋肉マンは根強い。ただも当たってくれ。天国行ってくれ。オジロザウルスとか世代？まあ世代だよ。そんな詳しくないけど、マッチョさんとクレバさんが曲出したの知ってる？はいはい、知ってる知ってる。それ翔太くんにめっちゃ言われて、あ、そう、死ぬほどかっこいいから見てくださいって言われて、あ、死ぬほどかっこいいっすよって言われて。翔太くんの世代でも分かる、むしろ。いや、なんかたまたまなんか YouTube 出てきたらしいよ。ああ、なるほどね。オジロザウルスてか、俺オジロザウルスって結構最近まで一人だと思ったら何人かいるの。マッチョさんが途中でやめたんだよね、うん、俺オジロザウルスっていう一人だと思ったの。チャンス、この下パンに消えるの確定じゃないんだね。これ発展だね、まあ、これはあれです、自覚、次回予告的なね。お、いい、あ、いい、出た。うわー、なにこれ、これ何柄っていうの、これ何柄っていうの、キャラ柄、乙女柄、乙女柄。あ、もっとくれ、なんかボーナスだけじゃなくて、なんかこんな激アツてんこ盛りはもうくれ、直撃しろ。
ひでえ直撃もっとくれなんかひでえだ。はい、おめでとう。うわすごいわ、派手派手派手。でもあの5、でも5、60枚もらえるボーナスが、欲しい5、60枚もらえるボーナスが出るだけ、エーティくれよ、92ゲームね、91ゲームか、91ゲームで当たるね、結構当たる。クレバかっこいいよな。よし、なんかあの山口レバーオンの有望さんの後に入った、はいはい、ミッチーっていう MC の全く知らないけどタレントさんなんだけど音楽やってて、でクレバさんの直属の後輩だったの、クレバさんからもらった靴とか結構履いてたんだけど、普段からやっぱクレバはクレバらしいよ。クレバめっちゃ文房具好きなんだよ、普段からも普段からあの感じだって。めちゃくちゃだって頭いい格好出てるからね。そうだよ、超エリートだ、クソ頭いいよね。あーでかいの出てこーい、 30% ね。お無理かー、おー青だぞ、よーっ人ナイスイン、オッケー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 、寄ってやった、2回目、よしよしよし、ちょっと肩の乳をこうなんか軽くして、あの世間話しながらやったらさらっとね。そうね、ふとあれしすぎたね、やっぱ気負いすぎたね、うん、お2回目、おいうい、うい、あー30ゲームか、よし来た、2回目の AT 強化ワラッシュドス、頼むぞ今度は、出陣ボーナスまでなんとか行きたいね、はいはいはい、1個ボーナス引いてで誰が選ばれるかで上乗せ性能変わるってやつやね。結局天国にいたとしてもだから50ゲームぐらい乗せないといけないから、そう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 、30ゲームとか20乗せれば多分ね、おまけね、あそう範囲に入れるんだよね確か。おお、なんだ熱そうだ、めちゃくちゃ熱そう、そうでもない、多分一番安めだ、チャンス目、スイカだ、あスイカだ、あ惜しい、これスイカのミニマムなのよね、スイカが一番乗りづらいんだ、まあまあ、熱そう、来た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 、引いてる、そうそうそう、引いてる、乗れ乗れ、乗らない、あでも目標の30ゲーム乗せましたから、とりあえずね天国ならばおまけしてくれるんじゃないかと。いや3桁乗せ欲しかったな、もうその振り分けとかも出てんだよね、すごい親切よね、すごい親切っていうか、なんか昔のパスだって感じがする。スイカ 4.6% だぜ、いやすごいね、乗せ率で乗ったら、あーまあでもあれか、 32.4、 あ違う、 82.4% が30ゲームーで 16% が50で残り 1% で3桁だね、残り 1%、 2% ぐらいか、あ薄いねかなり、そうだね、頼む、いてくれ、あー大外バトルだ、ダメ、もうダメ、多分 どうなんだろう、これ途中から出てくることあんのかな、頼む、あーまずい、無理だろ、一番でかいの出てきちゃってるじゃん、無理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 、立てない立てない立てない、ういうぃーうぃー、あ、なんもない、あなるほどね、スタンプに注目、スタンプは出てませんよと、いやーむずいわ、84ゲームあーいない、いやー厳しい、天国飛ばずと、いやーむずい、いや何なの、うわー怖え怖え怖えっていうかもう5、6枚いかれるぞこれ、いやいかれるよだってもう4万だもんな、そう怖えっていうかもうだよ、カレーカ
カレー。カレーね。まあ、ちょっとこの戦国乙女は設定的にはちょっと厳しそうだね。やっぱそうなんですかね。やっぱあのボーナスの振り分けとここが当たらん。まあ多分だけど1ぐらいは 20% ぐらいだと思うけど、うんうん、だからいろんなとこにちょっとずつちょっとずつ設定差設けてあるって感じで、でそれがまあ軒並み目立つところがないって感じかな。武田信玄と織田信長が焼肉をしている。絶対に現実世界ではありえなかったですね。今でいう違う国の人っていう感覚なのかな。ああそうでしょう。そんな感じなの、うん、国が違うってことでしょう。だからあれですヨーロッパとかと一緒ですよ。陸続きでフランスとさイギリスもくっついてるじゃない。で戦するわけだから、フランスとさイギリスもくっついてるじゃない。フランスとさイギリスもくっついてるじゃない。どういう感じだったんだろうね。見たいんだよね俺本当に。あの夢が叶うならば誰かタイムマシン作っていただいて、その旅行タイムトラベルというちゃんと旅行作ってほしい。一箇所だけ行けるとしたら何時代に行くんですか。まあ、関ヶ原の合戦を見てみたいかな。おすすめでお願いしますって言ったら、どうする、おすすめでお願いしますって言ったら日韓ワールドカップにとか連れてかったら、いた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 、記憶に残ってる、ちょっと記憶に残ってる。ああ近い、記憶に残ってる。稲本ゴールしたの覚えてる覚えてる。え、おすすめって言うからいやいや、いたいたいた、それは。あ、そうですか、うん、じゃあちょっとこちらでどうですかね、じゃあ J リーグ開幕みたいな。いや、いた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 、中1ぐらいでいた。サッカー好きそうなんで、うん、いや、いた、ああ、覚えてる覚えてる覚えてる、あの絵なの、あのボール型のあの風船がうおーってでかくなってくの覚えてる覚えてる覚えてる。マイヤーがゴールしたの覚えてる俺。いないとこ、あ、いないとこがいいですか。そっか、現実に見てないとこ、わかりました。じゃあこちらでなんつって、あの縄文時代の何にもねえ頃に。古本当にこれ日本本当に貝塚とか使ってる。いや、なんかさ、その月とか宇宙はさ、行ってみたいっていう願望よりも解明してほしい。あ、何があるのか。何があるのか。そう、よくさ、月の裏側にはもう人住んでるみたいなことすら聞くじゃん。なんかね、あ、暑い。めっちゃ氷はあるらしい。めっちゃ氷があって、それ溶かして水は作れるらしい。で、水素と酸素に分けてそれを資源にするみたいな話をしてましたから。人工物がもうあるみたいになった。おい、どう話すら聞くんじゃない。さすがにそれを調べたらすぐ分かるだろうからな。でもそれをいわゆる都市あれですよ、陰謀論ですよ。陰謀論隠してると本当は知ってるけど、 NASA、 NASA がそれを隠してるんじゃないのか。48分。いやー、大変、死ぬ、大変だな、死ぬ。はい、あ、7個目、違う違うけど、これあれだ、エピソードいったわ。あ、いた、汚れみたいなので、なんか噂の7個目かと思ったら違うよな。1、2、3、4、5、6。ああ、7個目じゃない、さっき言ったもんね、うん、AT ね。いや、失敗でこう汚れみたいなのが。おめでとう、よし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 、おめでとう、エピソードだ、よしよし、助かった。あ、山本寛介と武田信玄の出会い、これなんか設定しさあったな、確かエピソード。今の対局、あ、そうだ、吉輝のエピソードだ、上位 AT。あ、これあれだわ、ここで強行役引くとエピソードボーナス中は鴎外バトルの勝利ストック抽選だから AT ストックを稼げるんだ。はいはいはい、はい、引いておきたい。お、来た、スイカ、スイカは5%、いやー、ここ天国行ってほしいな、今度こそ。しかも今300のゾンデ当たったよね。そう、
だからあれだ、 B、 おー来た、 B 的なチャンス目だ、チャンス目は33パー、分かんないか、結果教えてくるだけ、結果はもう、結果分かんないのか、結果分かりたいな分かんないでいく感じか、それからラッシュ、なんか良さそうな画面、まあ下から3番目だね、デフォルトではない、はー、よし、レディゴー、リール6個、強化は強化まで見たい、おっ、熱っ、チャンス目だ、よし、10ゲーム、ボーナス効果率、え、もう一回レイアク引けってこと、これボーナス効果率、レイアクでチャンスって書いてあるから、そうだね、もう一回引けってこと、降格中の出陣ボーナス当選率弱チリ 10%、 追加 10%、 チャンス目25%、 あ、なるほどね、厳しい、まあ基本はゲーム数で当たるわけだから、ああってことだ、おまけだ、おお、まあまあこれ余裕で外れたもんな、さっきな、外れた、めっちゃ強そうなのに、ただ終了画面ちょっといつもと違ったから、あ、確かに、どうだろう、ああ終わっちゃった、ここ終わっちゃいましたけど、いや弱そう、あ、チャンスアップ、これチャンスアップ1個でも出ると結構期待できたはず、ボタン出ろ、あーあー、ま、惜しい、きちい、やばそう、あー、ゴング王座で出る、無理だー、あー矢が11枚、矢が17枚、もういや、つらつらいよ、つらすぎるな、むず、いや遠い、塊が遠いよ、今日もなんか取って帰ろあー景品ね、大貝出てくんな、もうジャック12点何パ、あ、おい負けてた、もうねじってる間に負けてた、小太郎なしは無理だよ、無理ゲー終了、こんなにきつかったっけな、まあ、今日でもね、噛み合ってない感じかなりあると思うよ、これは結構の暴れん坊じゃないか、いや暴れん坊だね、まあでもそれでもあれか、まあ、1000枚さ、一撃1000枚2000枚はほとんどの映画で撮ってると考えると、まあ、俺が特別やれなすぎてるっていうのもあるだろうけど、そうそうそう、やっぱりね、噛み合ってないでしょ、283枚しか出てないから、でもまあ一昨日もそうだもんね、これ一昨日もそうだよね、完全に1000枚取ってないよね、まあ、これで取ったかどうかだよな、完全にやっちゃってるからね、これあら7枚目だ、サイレント7、まんま6枚入った、いやー、サイレント7、こらこらこら、パンチあるねー、なかなかな、今のこの時代背景、おお、今、え、2連続弱視で999いった、
今のご時世的に一回こけるときつい。これをね、これをこのボーナス中に、ね、なんとかなりませんか、これ取っておけませんか、めっちゃね、アタックまで。当たりそう、熱い、発展の仕方が熱かったね。600台こっちは当たんなかったんだ ね、 ね、2周外したドン、ババ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 エピソードでももらえんかねぐらいのはずですけど、64本64任天堂64、こんな遠くまで来て、やっぱ遠くまで来て大変が応えるよな、でもきつい、きついよね、宮島の10万負けとかね、わかる、超わかる何をやってんだ俺ってなるから、すげえわかる、で絶対帰りの道中でやっちゃうから、その時、そうなんだ、頼むぞ。いやもうものすごいボーナス引いちゃったけど、そうですね、10回目じゃねえや、10回目すな、今レア子役もう引き尽くしちゃったけど、全長中に頼む、もうここで AT 取らないわけにはいかないんだ、カンスケ詰めた、すいません右頼む、よーし、スイカ2連、これは取った、これは取った、デカスイカ、これは取ったろ、あっひょー来た、ここに来て、よし、これはでかい、ここに来てスイカで刺した、オッケーオッケーオッケー、いやでかいよこれは、続け、この AT はでかい、30か、あーでも通常画面頼む頼む、外角、お、小籔引いてる、スイカばっかだな、乗れ、なわけねえか、乗るときはもっとめっちゃ偉いエース出るわな、あーいい音、あーなん、休め、なんで乗ってよ、乗っ、いい音するなあ、青かよ音がさ、よし、おー気持ちいい、20ね、とりあえずは20、これもう逆、逆だろ、音がすげえ音するからすげえなと思っちゃう、あれ直撃修正ね、あー行かない、行かない、もう一発引くしかない、はい、チャンス目、報告が終わっちゃう、何でもいいから、はい終わった、いやー早めのボーナスくれないか、あー再現、最善は別に強くないね、全然だよね、今2の0だもんな、もう一個上までいかなきゃダメなんだ俺、なんかそう、あ山川ちゃん好きだ、来た来たじゃん、リアルに来た、来たじゃん、押し順頼む、あいやこれは絶対、4択か、4択か、4択だ、4択、中右左、あ、これがどれ正解してたのかな、これ、ね、確か見れるよ、え何、あー右の左の中全部外れた全部外れてた、あ
全部外れてた。むず。あ、右左中、右左中ね。一番やる前にも見えるよ。あーあー、ダメだ。いないんだろう。え、あれ揃ったらどうなるんですか。ボーナス、ボーナス、ボーナスですね。ああ熱いね。山間チャンス来た。教え。いねえだろうな。いねえよな。いないんだよな。いないよな。うわあ、もう早くレア子役。ちょっとマジで何もできねえ。遠いよ。はあ、はあ、終わる。むずい、むずいよ。なんかくれ。終わっちゃうよ。引き戻すしかね。妨害バトルは何をしたら戻るの。レア役とか引いたらってこと。レア役とか引いたらいいんだろうな。どうやったら戻るの。設定差とかあるわけ。設定差もちょいあったね。あるだろうな、さっき見たら。ああ引いたけど、引いた、引いた。あ、しかも弱攻撃だ。引いた、引いた。え、戻したんちゃう。どんだけスイカ。初めてあれだよ。確かに奥義出してない。立つだろう。ざけんなよマジで。おい、負けた。普通に負けた。シンプルに負けた。だよ。おーい、おい、チャンス目だったら分かんなかったけど、どうやって出すんだよ。あさあ、ショールームで打った時はもっと簡単だったのに。今日でもあの一番の枚数を記録しましたね。ここに来て。確かに最高格、最高格闘枚数。なんで天国飛んでくんねえかなこれ。おかしいって。飛ばないね天国。あ、いや何にもできなかったなマジ。今年やっべえな俺。負けるね。なんかパチのグッズの景品とかやろ。ちょっとお目当てのやつあるんだ今日も。そうか、うん、よし、はい、お疲れでした。はい、さあというわけで、戦国乙女4を1台ね打ち切ってやってきたわけなんですけども、今年のが64かな。はい、今年64本で回収が64本の46枚が下で2944枚、はい、回収が376枚ということで、マイナスの2568枚というので、ね、もう大敗なんですけども、厳しい。まあ、AT 中のボーナス、出陣ボーナスが0回なんで、まあ、出ようがなかったっていうのはあるんですけど、いや本当噛み合わないととんでもない敗北。まあボーナスプラス ART もこんなもんかね。まあそうっすね、なんか懐かしい感じはする。本当全てが噛み合った時にめちゃくちゃ面白くて、出玉もしっかりついてくるっていうタイプなのは間違いないと思うので、まあ、ちょっとリベンジしたいですね。このまま人気結構維持するようだったらもう一回ぐらいリベンジさせてもらってもいいかな。まあ、今日はね完全にホクトとバルブレイブとあとゴブリンスレイヤーか、あとカバネリかなあたりにガッと力入ってたんで、出ました、ね、中の方の台にもしかしたら 1,2 台あったかもしれないですけど、まあ、僕が打ったら大人は多分下だと思うんですけど、はい、まあね、設定積もってみるとまた景色が変わるっていう可能性もあるので、今日のお目当ての品、おこちら何でしょうこれ。お、凱旋ゴッド の、 あのマルチ USB ケーブル、最高に好きそうなやつ。これを取ってきまして、一番好きなグッズじゃないの。いいね、と携帯周り大好きだよね。いいね。まあ、あと青菜、あ、いいですね、番長の青菜、これからあとチェリー、うん、めっちゃパチスロ好きなやつだと思われてる。というわけで大敗続きですけど、まあ、ちょっとまたリベンジ目指して頑張っていきたいと思います。というわけで今回はちょっと高価なパチスログッズを、ね、大事に、まあ、最悪のパターンはこれはあの空港で置いてくっていう。
これあるんで、まあ、決めありますね、はい、車の中とか、うん、あの移動の車の中とか空港に置いて帰るっていうパターンがあるんで、気をつけましょう。いや俺マジでね、最近で言うとまだあるこの間のそのナズママのことゴリパラの会で心配されてた人、心配してくお前もう大丈夫かと心配してくれてた人たちをさらに、心配させるようで、あれなんですけど、この間ね、四日市かどこか行ってメガネ忘れて家に、はいはいはい、でメガネ作ったんですよ、早かったから着いたの、はいはいはい、でメガネ作ろうと思ってでメガネ作ってみたら、メガネのここにサングラスをパコってはめれるやつ、ああ分かる分かる分かる、ツーウェイのやつ、分かる、で土入りのやつで、あこれやんと思ってパコっつって、あええやんって作ったんですよ。でうわ運転するときはだから、コンタクト入れてるときはいいけど、もうこれだったらその仕事終わった後とか裸眼でメガネでも出かけられるわと思って、運転するのも眩しくないしっつって、でいいやろっつって嫁さんに、あいいじゃんっつって使って、2週間ほどですか、うん、上の部分だけどっか行っちゃいましたただのメガネにただのメガネにそこらへんのメガネにパターンあんまないですけどね、はい、なりました。眩しい時間に出かけて、夜だ、ね、買い物してご飯食べて、うわっくらってなって多分ダメだね、ちょっと気をつけたいと思います。またお会いしましょう、うん、さよなら。もうチェーンつけとけチェーン